はい、はんまいがわ先生です。ですね、今はですね、パソコンというのはね、非常にスピードが遅いですね。で、8コアの16スレッドぐらいでね、非常に、遅いですね。あと、まあ、グラフィックコントロール、グラフィックのですね、専用のプロセッサーとかですね、なんだ、GTX とか言うんですか、なんかつけて、グラフィックを速くしたりとかし、いろいろなんかやっているようですけど、まあ、新しく新型の方も出てるようですけどね、まあ、それは大事ですね。まあ、演算用にも使えるには使えるわけですからね、表示以外にですね。で、ただね、処理が非常にもう進んでないですね、昔からね。ちょっとスピードが速くなったぐらいですかね。その代わり電気代がものすごくかかってしまうという、100ワットぐらい CPU が食ったりとかするというのはね、ちょっとおかしいですね。で、軍事用のね、海外で使ってるプロセッサーをね、よりまたさらに進化してね、1ワット以下で32コアの64スレッドのワンチップ CPU ですね、1個にまとまってんですね、メモリーからすべて、でパソコンよりかね、全然処理が早いわけですね。で、10ギガヘルツぐらいですかね、1ワットの消費電力でワンチップでね、ワンチップコンピューターですね。このね、やっぱり、クリンタさんもその開発を大昔やるということで言ってやってたようですけれども、1ワットで10ギガヘルツ、32コア64スレットのワンチップコンピューターですね。ちっちゃくていいですよね。メモリも入ってますし、全部入ってるわけですね。ワンチップで1個だけで全部ね、処理ができるということでね。メモリとかね、まあ、SSD みたいなものも入ってるわけですね。ボードに刺すような高速のやつね、ぐらい入ってればいいんでしょうけども、まあでっかいねマザーボードでね、パソコンというのは非常に不便だし、携帯電話にも使えないわけですね。やっぱりね、消費電力で処理スピードが速いというのが大事なわけですよね。だから32コア64スレッドですね。だから32個のコンピューターが入ってて、で、ワンチップでメモリーから全ての機能が入ってるわけですね。それで1ワット以下、全部で1ワット以下ですね。メモリーも何ギガも入ってるわけですね。それで 1ワット以下というのが一般的だろうと。ね、100ワットとか200ワットとかパソコンかかりますけど、電気代ね、そんなのは全然バカバカしいでしょ。お風呂は空きますからね。で、電源が1200ワットでしょ。そんなのハイで使うようなのは1ワットでね、それ以上の処理ができるわけですよね。で、頑張ればね。で、やっぱり1ワット32コア以上ですね。で、64コアですね。スレッドですね。というワンチップマイコン。ね。これがもう、言うなれば、外部接続するのは、ね、表示とか、ランだけでしょうね。ね、光ランだけでしょうね。あと接続するものはないですよね。USB もついてないですね。だから LAN から引くわけですね。LAN の開発も私担当したんですけどね。有名な LAN ってありますでしょ。
従業員に指導に当たります。アメリあの外国系でね、ランは僕は手がけたんですよ、ね。まあそんなこともちょっとお話しいたしました。半間陽先生でした。